さ、ここでもいいんじゃないちょうどわー、すごい。これ何これ、メダカ？メダカですかね。なんかアユとかニジマスとかの稚魚なんかな。すごいね。あ、でもここは冷たい。あ、ここは冷たい。あ、これだからあれよ、結局マイナスよ、ここ全部。ああ、そういうこと？そうよ、ここ多分外気が熱いって、これは水が冷ていて、はい、ジョルダンと申します。今ですね、湯原の方にシェアハウスのオーナーさんと、あとは準レギュラーのバッキーと一緒に来ております。で、今からちょっと砂湯に向かって温泉を楽しみたいと思います。なんか3種類ぐらいある。はい、お湯が子宝の湯、美人の湯、あとな長寿の湯か、長寿の湯か、美人の湯が気になりますね。結構ね、車も多いんで、コロナ禍とはいえど盛り上がってますね。そうです。あ、よかったよかった。いや、なんかみんな水着で入るのかなと思う。入ら入ら。よかったですよかったですよかったです。全部。でもタオルでこう。湯船に入るまで隠しながら、でもタオルはつけちゃう。湯船にタオルはつけちゃダメだから。おう。履いてますよ。でもこの前タオルを伴わずにこう後輩が入ろうとしたら、仙人みたいなじじいにおいタオルどうした。履いてますよ。あ、熱い。シャッターチャンスが。あ、バキもう一回言ってよ。あ、ちょっとまだまだ。はい、はい、チーズ。おい、いけたんちゃう。いけたんちゃう。いけてない。いけてない。いけてない。そうよな。ブリーチで皮を置いたらダメなのかな。皮の方は多分ね。想定されてない。はい、じゃあね、今砂湯に入ってきて。汗を流してきました。最初はね、誰もいなかったんですけど、時間が経つにつれて1人2人、結構人が入ってきたような感じですね。で、特にその着替えるところにロッカーがないので、貴重品なんかは車に置いたりとか、旅館宿に預けたりとかした方がいいんじゃないかなと思います。今からちょっと八景の、温泉ですね、こちら行ってみて、疲れを癒して入りたいと思います。はい、今見えるのが八景ですね。で、渡ってるのが寄り添い橋って言ってね、岡山県で一番古い木造の橋らしいですね。で、当時はなんかカップルで歩いてたら橋が揺れて、でそのせいで2人が寄り添って歩いて渡った橋っていうところから寄り添い橋っていう名前がついたみたいですね。はい、じゃあね、八景行ってみたんですけど、お盆の期間中日帰り温泉やってないみたいですね。なのでこのまま岡山に向けて帰ります。でも多分動いてるものは多分蜂止まれるんじゃないかな。多分動いてるあれ物体に対しては。そうなんですかね。その止まってるものに対してはさせれるかもしれないけど、動いてるものは怖くて相手も近づいてこまん。やつらを刺します。危ない。いや女子か女子じゃん。あ、俺すげえバッキーなんでこんにちは。お元気ですか。やっほー。バイ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 。2番アフラック今手で買います。2番アフラックどんどん増えていくね動物が